じゃあさ、険しい道が再び続いておるらっしゃるんですけど。おるらっしゃる。え、無理じゃん、こんな狭いのな。ただいまの現在地がですね、この揺れに揺れまくってるんです。うわ、なんか引き返した方がいいよって言われたんやけど、体調はこのようにですね。まあ引き返そうや、もうあかんって。絶対これほんまにやめた方がいいって、ほんまに。すごい、体感45度くらいあるなあ。やばいねんけど、ほんまに。あ、これ結構やばいかもしれない。え、嘘やろ。え、もしこれ奥になるにつれて狭くなってたらどうする。隊長さん、そちらシャワーですか。こちらシャワーですね。はい、初めてお目にかかると思うんですけど、うん、多分ずっと見てくださってる方は多分初めてお目にかかるかもしれん。はい、ということで今回はちょっと遠くにあるあのゴロゴロ茶屋っていうところでお水を汲んで車の中でプール開きしたいと思います。イエーイ。ここの給水スポットはあの500円払うとお水どれだけ持って帰ってもいいみたいなので、ここの美味しい美味しいお水をもったいないんですがいただきたいと思います。こちら合わせて20リットルと2リットル。え、5リットルのそれ。すごい。ハイエースにもともとついてるこのシャワーを使ってリッチな贅沢すぎるプールをしたいと思います。隊長、はちょったよ。喜んでるんか。はちょった。いつもお風呂の何リットル入ってるっけ。お風呂いつも14リットル。え、それより多い。多い。えー、すげえ。両タンクとも蓋がないから。ここに収納しといたね。え、これ割と揺れたの？見て。今出てたやん、揺れた時に。え？めちゃくちゃ出てるやん。給水完了。はい、ということで水が漏れるか漏れないかはついてからのお楽しみということになりました。名水コーヒー店。では名水コーヒーを飲んで一言。いただきます。うわぁ、美味しい。見て、透き通る青さやで。すごいな。これカメラで見るより生の方がもっと綺麗な、うん、お綺麗ですね、これは。こんな感じでフラットにして、ここにお湯を引くらしい、うん、もはやもうこの天候やったらプールか温泉かわからへんな。温泉の方が。温泉にしよう。温泉にする。あ、ちょっと水出さなかも。そうだね。どうじゃ。なんか急に天気悪なっちゃってさ、うん、まだ全然明るい時間帯ではあるんやけど、ちょっとよろしくない。はい、水いよ。プールの水いきまーす。うわえ、ちょっと待って、水全然足りひんやろこれ。お風呂の水よりあるやろ。明らかに足りひんな。こっちにたまってちょっと歪んでるんかもしれんよ。そうやな。どないですか。うわー、すごい冷たー。プールや。プールなってる。ということで、実は私この下に水着を着ているということなので、用意がいいな。このまま入っちゃいたいと思います。あー、冷たー、冷たー。え、これさ、温泉にしたらもっといいかも。移動式温泉。そうやな、いいな。久々にプール入ったかも、こういうタイプの。だってちびっこしか入られへん。ちびっこの特権やから。そうよな。なんか食べますか、せっかくやから。そうですね、食べるもん あるかっていう話やねんけどな。麺あった。一応ちょっと見てみよう。あ、使ってもらっていいっすか、じゃあ。信州ラーメンや。これ微妙やな。信州味噌ホームラン券。開けてみる。ちょっと匂いチェックから。
けるかどうか。だけど22年って書いてるからこれ多分22年ってことだね。あ、そうなの。うん、寒なってきたぞ。体冷えてきた。やっぱもう20代にもなれば、水に長時間浸かると多分冷えっていうものになるやん。体温奪われてる。寒い。めちゃくちゃ寒い。いつかそんなに衰えてるとは思わへんかった。まだ若いと思ってた。まだまだ若いもんやと。まだまだピチピチのアザラシやと思ってたんやけど。許さん。はい、こちら熱湯4分お待ちください。はい、500円です。集まってきた虫たち、多分電気に寄せられてきてる。あ、帰ってきた帰ってきた。こちら汗だくです。虫に泳まされてですね、ラーメン作らされてですね、まるでこき使いかのようにこの大自然の空の下で私は遊ばれております。誰に遊ばれてる？アザラシ。せーの、よし、じゃあいつ帰り運転するわ。あたす。帰るぞ。帰ろう。木行けたからな。行けることは行けんけど。けど切りかかって余計見えにくくなってるからな。こっち見といたるわ。おー、行けます。こっち行け、おー、行けます。ケチ切れんで、そんなことしてたら。いや、行ける。当たったら嫌やん。こっち大丈夫。